玉虫左太夫は、江戸時代後期の仙台藩士。意味名は、吉見茂。字は、古発。仙台藩主の伊達義国の命を受け、薩長を中心とする新政府軍に対抗する、奥越列藩同盟を成立させるために、東北諸藩を回り、母親戦争中の慶応4年、明治元年5月6日に同盟を成立させた立役者の一人として知られる。文政年に、 仙台藩士の玉虫の武家の伐士として誕生。陽名は、イサム八。高下三年に、江戸の湯島聖堂で学び、その塾長となる。安政四年には、函館奉行、堀利博と共に、江戸地を調査し、入北記を表す。万円元年には、入北記の詳細な記述や観察眼を認められ、万円元年県米施設の記録係として渡米へ。 大波単語での生活やアメリカの風俗など詳細な記録を高枚日録として残している。帰国後大万首となり、後に要件同士南東鳥となった。慶応四年後新戦争が勃発すると、奥越列藩同盟の成立に尽力し、軍務局副東鳥となり、明治二年敗戦後捕獲され獄中で切腹した。去年四十七、子孫に玉虫分一がいる。 TBS 水徳林修の歴史ミステリー2017年11月15日放送星良一山川健次郎でに後書きありがとうございます